三択でございます。今日はですねこちらまあいろいろねスニーカーとか、ダナーのブーツとかねバンズのこちらのねスニーカーいつもねこちら私が履いているまあ、あの靴なんですけどもそれとですね、先日購入をしたこちらのねユニクロのレギュラーフィットカーゴこれはカーキ色なんですけどもとの組み合わせという動画を撮っていきたいなというふうに思います。で、単純にあの動画撮るんじゃなくてですね、今回はちょっとロールアップに今着目しながら、この動画ね、撮っていきたいなというふうに思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。で、実際今ね、こちら私が履いているカーゴパンツなんですけども、ちょっとね、立ってみますけども、で、今回ね、私が今履いているのはこのユニクロのレギュラーフィットカーゴパンツで、このね、今履いている靴下は、あの、無印の靴下になります。無印の白のリブ編みのソックス、白のホワイトのソックスになります。で、実際ですね、まず、ちょっとね、これ今丈が長くて、ちょっとやぼったくて、あとね、靴履いてもね、ちょっと引きずっちゃいそうなんで、まずね、ロールアップをしていこうかなというふうに思います。で、ロールアップについても、実はですね、いくつかやり方があってですね、普段、私、デニムとかはワンロール、一回ね、折り上げるような形で、ロールアップしてるんですけどもちょっとねこちらレングスが少しね長めなのでちょっとねいつもと違うやり方で結構こういったレングス長めの場合に、有効なロールアップの仕方があるのでそちらもねご紹介をしていこうかなというふうに思います。で実際こういったねレングスの長いズボンの場合は、ダブルターンアップというロールアップの仕方が、結構ね有効でかっこいいのでもしねご存知じゃない方いらっしゃったら試してみていただいてもいいかなというふうに思います。まずねじゃあロールアップから始めていこうかなというふうに思います。大体ねワンロールだとねこんな感じで1回折って終わりなんですけどこれだとね結構まだ長いんですよ。でちょっと若干くるぶしぐらいくるぶしよりちょい上ぐらいにしたいんでワンロールだとですねちょっと長いんですよね。で、2ロールにしちゃうとですね、ちょっとここがね、重たくなってくるかな。3ロールぐらいするとですね、ちょうどくるぶし上ぐらいまで来て、いい感じなんですけども、ただね、3ロール普通にしちゃうと、ちょっとここね、もさっするので、今回はですね、ダブルターンアップっていうロールアップのやり方をやりたいなというふうに思います。で、まずですね、やり方なんですけども、で、結構ね、まず1回目、ロールアップが、こうやってね、少し長めにロールアップをしてみます。で、このね、くるぶしあたりになるように、1回目ロールアップをした上で、こんな感じでですね、もう一回、もうその状態で、もう一回折り上げるような感じですね。で、こうすることで、ここのね、裾のステッチが見えたりとかね、まあデニムとかだと、ここね、裾があるので、裾のあたりとか、あとね、ここ、サイドのステッチとかもね、普通に、このやり方だと見えるので、結構ね、もさっとせず、かっこいいロールアップなので、おすすめでございます。今回はこのやり方で動画をね、撮っていきたいなというふうに思います。で、右足も同じように1回折りつつ2回目。折り返した、2回折り返したところが3センチぐらいになるのがちょうど私は結構好きなロールアップの仕方かなというふうに思います。結構ワンロールの時もね、ワンロールの長さが私は結構ね、3センチぐらいが好きな感じでございます。はい、ということでいかがでしょうか。こんな感じで。ロールアップが完了しました。結構ね違和感なくね、ロールアップできるのでおすすめでございます。でまあこれカーゴパンツですけども結構太めのパンツでまたねレングスが長いパンツの方が結構このやり方は、おすすめなのかなという感じでございます。結構綺麗に見えますね裾が。それではですね、一足ずつね、靴ね履いていこうかなというふうに思います。はい。ではですね、まず一足目、こちら、ナイキのワッフルレーサーになります。ワッフルレーサーね、昔かなり集めてて、もうだいぶね、なくなってはいるんですけども、十何足ぐらい持ってたのかな、当時。今はもうだいぶね、処分っていうか、まあなくなっちゃいましたけど、こんな感じで。まだね、これ今ネイビーの色味で、ナイキのマークが白のワッフルレーサーになります。多分ね、今もう売ってないかなというふうに思いますけども、
こちらも気に入って、結構履いております。いかがでしょうか。カーゴパンツとこのねナイキのちょっとこうヴィンテージチックなあのスニーカーってね、鉄板で合いますよね。いかがですかね。でこのねロールアップの仕方が結構やっぱりスキッとね見えるんでおすすめかなというふうに思います。いかがでしょうか。もうちょっとロールアップのね長さ短くしてもうちょっとね気持ち短めでもねいいかなというふうに思いますけども、まあこんな感じでいい感じですね。こういうね組み合わせ結構ね私は好きな感じでございます。じゃあね2パターン目いきましょうか。はい、2パターン目ですね。こちらバンズのチェック柄のブロックチェックのスニーカーになります。まあこれはね普通に、ABC マートで購入をしたものになります。もう結構何足も実は買ってて、まあ履き潰してはまた買い直してっていうような感じで履いております。いかがでしょうか。やっぱかっこいいですよねこのバンズのスニーカーって。こんな感じでございます。でカーゴパンツとも全然ねやっぱバッチリ合うんで、逆にねこのやっぱユニクロのこのレギュラーフィットカーゴパンツすごいね合わせやすくて、あと太さもねかなりいい感じで、私は、まあ、購入まだして1週間ぐらいですけどもかなり気に入って履いております。いかがでしょうか。こんな感じですね。でこのバンズのスニーカーに関してはねこのねソールの部分が結構白いのが好きで、いつもね履いて汚れたらいつもね、ここ磨いています。まあこのねキャンバスのところは別にどうでもいいんですよ。あと紐の部分とかね汚れてても、ただこのソールの部分に関しては結構ね綺麗なのが好きなんでよく磨いております。もうちょっとやっぱね短めでもねいいかな、こんな感じでもねいいかなというふうに思います。まあ、こんな感じにすると、まあ、ちょっと今時感があってちょっとこう下ろすと昔のねちょっとアメカジっぽい感じになるのかなというふうに思います。本当ねこの合わせやすいカーゴパンツ最高でございます。買ってよかった。990円。はい、続いて次いきましょうか。はい、続いてはですねこちらダナーのブーツになります。先日 YouTube でもね、ご案内させていただきましたけども、ダナーのシャドウウッドというモデルになります。かっこいいですよねこの色味が。ブラックとカーキになっていて、靴紐もブラックになっています。で価格がね確か1万9000円ぐらいで、すごく安くなってた時に購入をしました。いかがでしょうか。やっぱ軍パンっぽいこういったねカーゴパンツとこういったダナー合わせるのも結構ねいい感じかなと。合ってますよね。ちょっと長めのワンロールでもいいかなというふうにも思ったりするので、ちょっとやってみましょうか。ワンロールがこんな感じ、ちょっと長めでこんな感じでもいいかなと。なんかちょっとこう昔のハマちゃんっぽい感じ。ハマちゃんも結構長めの感じ好きですよね。サマーズの三村さんとかね、こんな感じで履いておられますよ。いかがですか。結構こんな感じも好きですね。ちょっとねこの武骨というか男らしい感じが出ますよね。ちょっとこうワンロールぐらいにするとで、さっきみたいにダブルターンアップにするとちょっとやっぱまだ今どき感が出るのかな。ちょっとこうスタイリッシュな感じになって、ちょっとまあもうちょっとね若干長さ上げてみましょうか。こんな感じ、ダブルターンアップにするとね少し今どき感が出るのかな。ワンロールぐらいだったらちょっと昔の感じ、昔のアメカジっぽい感じが出てくるかなというふうに思います。いかがでしょうか。ただちょっとやっぱブーツに関してはワンロールが結構私は好みかもしれません。こんな感じ、ワンロールしなくてもねちょっとこうダボツ化してもいいかなと思ったりしますね。このダナーのブーツとかだったら、まあ、レッドウィングとかでもね、こんなちょっとダボツ化してそんなの気にしねえぜみたいなね感じで履いてもかっこいいかなというふうに思います。ロールアップしないバージョンとこっちがねワンロールしてるバージョン、どっちもいいですよね。こっちの方がちょっとこう男らしいというかいい感じですよね。どっちも、まあ、ブーツはダブルターンアップっていうよりもやっぱねワンロールとかロールアップしないぐらいの方がいいかもしんないですね。ということでこんな感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね私が持っているユニクロのレギュラーフィットカーゴパンツと
こういったね、靴とあとねロールアップの組み合わせの紹介動画ということで今回動画を撮りました。またね今後も同じような形でですね、結構ロールアップっていろんなねパターンがあるので楽しめるということで、まあ皆様もねまだやったことない方いらっしゃったら一度ねやってみると少し、スタイルの幅も広がるのでおすすめかなというふうに思います。オールスターかっこいいね。パパのね無印のスニーカーより高い。よし、かっこいいな。ハイカットいいよな。かっこいいな。ローカットもいいけどね、ハイカットかっこいいよね。よし、かっこいい。